それでは立立憲政国家の成立についてて確認していきましょうまず、えー、とこれまでの自由民権運動というのは反発政府そして、えー、と板垣大熊らの自由民権運動派が対抗しながら、えー、と政治は盛り上がってきたというふうに学習しましたが、えー、と自由民権運動派があまり盛り上がりすぎると反発政府としてはですね、えー、と自分たちの 思っている政府とは違う形になってしまう自由民権運動があまり盛り上がりすぎるのは困ると考えましたそこで弾圧を加えるようになりますつまり集会条例新聞紙条例出版条例保安条例などを作って政党を作った人たちが集まって演説会をしたり、ね、意見を新聞や出版物で書いたりすることを制限しようと考えました、ね、こうして自由民権運動を抑えにかかったんですね 自由民権運動側でもちょっと問題が起こるようになりました。ね、福島事件、それから群馬事件、渋事件、これはどういう事件かというですね、今まで言論で、えー、と自由民権運動を盛り上げてきたのに、これは暴力に発展してしまうような事件を言います。警官と衝突してしまったり、暴力沙汰を起こしてしまうようなことが起こりました。これはね 激化事件と呼ばれるんですすよ、ねまあ、理由はいくつかあります、えーとね、盛り上がりすぎて結局暴力に訴えてしまうようになるっていうことやあとは士族や商工業者や豪農などが参加した自由民権運動この頃になると,、えー、ともう少し貧しい人たち。 平民の貧しい人たちも加わるようになります景気が悪くて大変だからだから政府のやり方は気に入らないみたいによくわからないけども運動に加わってしまって、えー、とそれが暴力に発展してしまうな,ししまうなということも起こりましたまた政党の自由党立憲改進党この2つの政党はライバル同士で非常に仲が悪かったんですね。これが争っていました また自由党や立憲改進党の中にもいろいろな派閥ができて分裂したりまた一緒になったりというそういうことが繰り返されました。また大隈重信や板垣大輔はもともと政府の反発政府にいた人ですから政府の方も切り崩しにかかりえと自由民権運動なんかするより政府に戻って高いフライにつかないかなどと言って切り崩し工作を図ったりしました。こうして自由民権運動は停滞 ねあまり力が発揮できなくなってくるということですねはいこの隙を突いて伊藤が動くということになります伊藤博文はまず党を、えー、つまりヨーロッパに渡って憲法の調査に行きますさあ選挙をするにしても議会を作るにしても憲法がなければどうしようもないので憲法を作ろうということでヨーロッパに勉強しに行ったわけですねはいプロイセンでグナイストそれからオーストリアで シュタインなどという学者について憲法について学んできましたそして帰国した、えー、と伊藤弘文は新しくできた内閣制度で初代の内閣総理大臣になりますこれは小学校の時も教わりましたね、えー、と今の内閣とは違ってですね国会 から選ばれる内閣ではなくて内閣の方が先にできたっていうところがえっ、ー、とこの明治政府らしいところだと思いますね伊藤博文はえっ、ー、と藩廃政府の中でも非常に江戸時代は身分の低い立場からこの地位まで来た人でえっ、ー、と総理大臣になるのはどうかなと思いましたが伊藤博文の英語力が非常に優れていることがこれから外国と一緒にえっ、ー、とあの協調していったりあるいはて 対抗していったりするのに適していると英語力が決め、手になって選ばれたという説もあります。続いてえっと。伊藤博文を中心に憲法が作られます。そして、1889年、大日本帝国憲法として発布されることになります。さあ、これは憲法が発布される儀式の様子です。これが憲法そのものですね。この儀式の方は段の上にいるのは明治天皇。 下にいるのは伊藤博文の次に総理大臣になった黒田清隆です、ね、この憲法は天皇が国民に与えるつまり黒田清隆は国民の代表として天皇から憲法を受け取っているんですこれを天皇が国民に与える形の憲法金帝憲法と言います、ね、こうして、えっと、こういう形で憲法が発布されることになりましたつまり天皇の 権限が非常に強い憲法ですね。先ほどプロイセンって言葉が出てきましたね。ドイツのドイツ帝国の中心になった国がプロイセンです。有名なビスマルクがいた国ですね。つまりドイツのように皇帝の権力が強くて上からの改革を進めるそのタイプを日本は選んだということになると思いますね。えー、とだから大日本帝国憲法はプロイセンの憲法の影響が非常に大きい。プロイセンには皇帝がい,い いいて日本には天皇がいるだから皇帝のいるプロイセンの憲法を模範にしたということです。さあ内容は天皇が元首、ねえー、帝国議会これこ現在国会と言ってるものが当時は帝国議会と、ね、言われてました召集したり衆議院の解散陸海軍の指揮条約の締結や戦争の開始終了など非常に広い権限を、ね、強い権限を天皇が持っていたということが分かります。 このあと現在の日本国憲法と比べながら覚えていくと勉強が非常にしやすくなるので、えー、とチャレンジしてみてください。それでは、えー、と立憲政国家の仕組みをもう少し詳しく見ていきましょう、はい。こんな仕組みになっていました。天皇が中心にいてですね 陸軍や海軍それから内閣裁判所帝国議会それぞれに天皇が非常に強い権限を持っているのが分かりますどこにもね天皇の権限が及んでいますよね、えー、ところがよく見ると国民ねまあ親民と書いてありますが国民が選ぶのは、えー、と帝国議会の衆議院だけは国民が選ぶようになっていますここが、えー、と非常に重要なところです全部 天皇が偉いからといって全部天皇が決めるわけじゃなくて、国民が選ぶ部分もあったというところが大切です。はい、帝国議会は二院制です。えっ、ー、と衆議院と貴族院があるんですね。えっ、ー、と貴族院はえっ、ー、と皇族や家族がなったり、天皇が任命したえっ、ー、と有識者、学者などがなることがあったんですが、衆議院は国民の選挙で選ばれました。 ね当時は国民のことは親民と言ってたんですが一応ここは国民が選挙と書いておきますねはいここが大切ですそれでですねえー、と今の国会でもそうですが法律を作るときと予算を決めるときは国会の承認がないとこれは執行できないということになりますねだから天皇の権限が強くてもまたは反発がまだ力を持っていて内閣が中心に政治をやっていても 結局政策をする上では議会の協力が必要になるということになります。ね、国民は「新民」と呼ばれていました。そしてですね権利が与えられます。言論出版集会結社の自由などの権利が与える。ね、自由に関する権利が与えられるということです。ただし上に赤で書いてあるように「法律の範囲内で」と書いてあります。これれよく出題されます、ね、大日本帝国憲法の権利は、えーと どのように制限されていますかなんて時に法律の範囲内で許されているとかね法律によって制限されているなどと答えましょう。ね、それから教育直後これは憲法とは別なんですが直後とありますので天皇が発した言葉天皇が決めた言葉ということでこれが学校などで教えられてですね、えー、と天皇に忠実で日本の国を愛すなどの道徳が中心になって、えー、と小学校の時から叩き込まれるということになっていきます。ね 憲法ができたので、その他民法や商法、刑法などのさまざまな法律ができて、仕組みがどんどん整っていきます。そしてみんなが注目したのが、第1回の衆議院議員選挙です。ここにえっ、ー、と民党対離党と書いてあります。これ説明しますね。民党というのは自由民権運動派などの政党のことです。離党は逆に反発政府を応援する立場の政党のことです。覚えといてね。 でこれがどっちが勝つかということが非常に注目されたのねはいこの時の様子を描いた投票の様子を描いた絵ですビゴというフランス人が吐きましたさてこの絵を見て選挙の様子を見て今と随分違うのでどんなことに気がつきましたか立ち会い人や警官が監視しているこれ何かというとですね警官や立ち会い人はね反発政府型離党型なんですねだから民党に投票しないように 圧力をかけているのではないかねそういうことが読み取れますまた見物人が大勢左上の方にいますこれは制限選挙で投票できる人が少ないつまり満25歳以上の男子直接国税15円以上の人しか投票ができないので国民の1%ほどしか投票ができなかったということですねつまり選挙できない人がいっぱい見ているしかし 自分が選挙しないのに選挙の様子を見に来ているということは政治への関心が高いということがこのフランス人の美号から見て取れるということですね。はい、えということで、えー、と現在は、ね、政治への関心が低くなっていることが問題ですが当時は非常に高かったということです。民党対離党対どううななったででしょうか選挙結果はこんな感じです、ねえー、と自由党が、えー、少し名前を変えた立憲自由党が第一党。 そして大隈重信の立憲改進党も第三党になってですねなんとえー、と民党側がねさんざんねえー、とあの政府側から圧力を受けたんですが民党の勝利とということに終わりましたえ現在の政治だったらば選挙で一番多かった第一党の板垣大輔が、えー、と党首ですからここで板垣が総理大臣になるというのが現在のやり方です。現在の安倍さんもそういう理由で決まりました当時は違いました。 総理大臣は選挙の結果とは別にもう反発によって決められている内閣総理大臣は山形有友三代目の総理大臣です、ね、長州藩出身ということで今とは随分しかし山形がいくら威張ってみても先ほど言った予算と法律はこの民党が強い力を持っている衆議院の承認がないと通過しない、ね、通らないということなのでこれから反発の内閣と 民党が中心の衆議院とがこうね、えー、と協力したりまたは対立し合ったりしながら政治が進められるということになります。これからこれがいろいろ変化していったり発展していきますのでこれからもしっかり学習していきましょう。